こんにちは。新州読書会の宮沢です、えー。戦争と平和の続きを解説していきます。第15章から、第1部、第1編、第15章からです、えー。ロストフ家の晩餐会ですね。名の日の晩餐会がありまして、えー、1805年の8月26日ということになってます。モスクワで行われた晩餐会の話です。えー、まず、えー、この時第3 世界大仏大同盟がフランスに宣戦布告するということになります。ということで、アレクサンドル1世から宣戦布告の招勅が出るということになります。で、この後、ハウス・テルリッツで三定会戦が行われて、えー、最初の戦いで、まあ、この作品に出てくる若者たちが、 出征していくということになります。えー、第3回大仏大同盟というのは、イギリス、ロシア、あと神聖ローマ帝国ですね。まあ、オースト,オーストリア、その他 <laughs> みたいな感じですね。えー、が、まあ、フランスに宣戦布告すると。まあ、これに、あれですね、負けて惨敗するんですね、フランスに。 えー、トラフィルガーの海戦ではイギリスはフランス、スペインの艦隊に勝ってるんですけども、まあ、あのー、陸上戦では負けますって、古典版に。まあ、で、神聖ローマ帝国ってなくなっちゃうってことですね。崩壊していくってことになります。で、えー、ロストフ家には子供がいっぱい,いまして、長男がニコライ、えー。で、長女がベーラ。で、ベーラの恋人であるベルクチュイっていうのが、この晩餐会に呼ばれてます。 えー、で、あと、ナターシャですね。これは、まあ、ナターシャが初めてピエールとダンスを踊るんですけども、まあ、その後、ピエールと吸ったもんした挙句最後の方で、<laughs> 5巻か6巻くらいで結婚するらしいんですけども、<laughs> ってことになります。で、ニコライですね。長男は出生することが決まりまして、えー、ソーニャが片思いしてですね、ソーニャはいとこなんですけど、ニコライの。で、まあ、出生すると聞いて、 え別室で泣いてるっていうシーンがあります。ということになります。で、えー、出てくる人たち、えー、シンシンというロストフ伯爵のいとこの毒舌家と、えー、このベルク注意ですね。ベイラの、ベイラと後に結婚するベルク注意が会話するっていうシーンから始まりまして、まあ、会話の話題はナポレオンの話ですね。えー、戦争の話です。 なん、えー、で従軍したのか、まああのー、軍隊の給料の話とか、そんなような話をしてで、あと、マリア・アフローシモア、マリア・アフローシモアっていう、なんか、マツコ・デラックスみたいな人が現れて、ドラッグクイーンみたいな人ですね、<laughs> 異業のサロンの重鎮、なんでもこの人なら行っていいっていうね、毒舌で、なんでも行っていいっていう許可の出てる、でっぷりとした女性が出てきまして。 ええー、まあ、映画で言うと誰なんですかね。まあ、あの、マツコ・デラックスさんだと性別が違うからあれなんですけども。日本の芸能界でこういう人。何ですかねむ昔いた野村幸男さんみたいな。野村幸男さんって感じでもないん何でも言っていい。重鎮的な人。<laughs> なんかそんなような感じの人が出てきます。ええー、で、この人が、まあ、ナターシャと仲がいいんですよ。まあ、ナターシャまだ子供なんです、中学生ぐらいなんですけども。 えー、ということで、えー、と晩餐会が始まって、それぞれの、まあ、会話の中でと、当時のロシアの状況が、えーと、あとサロンの状況ですね、これ163ページ。えー、それは正体のディナーの前のひとときで集まった客たちが前菜に呼ばれるのを期待して長い会話は始めないのに、それでいながら食卓に着くのを少しも焦ってないよう という様子を見せるために多少の動きをして黙り込まないようにしなければならないと考えている時だった <laughs>。この表現がすごいなと思ってね <laughs>。まあ食事に呼ばれる前のなんか前菜みたいな、なんかちょっと、なんかつまみながら喋るんだけども、まだ食事の時間じゃないかなって慌ってるとちょっとみっともないんで、なんか毛ろい会話っていうか、なんかう時間を潰すような適当な会話をね、 沈黙しちゃうと場が重くなるんで、何か喋んなきゃいけないと。生きるコツを知ってる人は、こういう時に、なんかこの手持ち無沙汰な時間を何か適当な話題で会話してね、あのー、なおかつまだ晩ご飯はまだかなっていう物欲しそうな顔をしないっていう、こういうことが社交界では必要な振る舞いだってことが書いてありますね。えー、そういうことが書いてあります。<laughs> で、ここにピエールがやってくんですよ。ピエールが呼ばれてね、あの、前回お話しした解説のとこで、一回あの、昼間に、ベズホフ老伯爵の様子がどうか、ドレベッコイ夫人が見に行くんですけども、ボリスと一緒に。まあそこでピエールを呼んでくんですよね。あの、晩さんがあるんで来てくださいって言って。で、やってくるんですよ。でやっぱり、なんか熊みたいな男で、まあさらに熊どころか、 警察署長と熊を結びつけて川に投げ込んだっていういたずらに一役買って、サンクトペテルブルグを追放になったっていう噂も、まあ、みんな知ってるんで、まあ、突っ込まれるわけですよ <laughs>。とりあえずアフロー氏もあって、そのね、あの、野村幸男さん的な、マツコデラックスさん的なて人に、あんたなんか早く戦争に行った方がマシだと <laughs>。家の恥だと。ベズホグ、老白職の家の恥だから。 これあれが、166ページの一番最後、産業名、後ろから、大した問題、言うことなしだよ、大した小僧さ、父親が臨重のとこについてるというのに、こっちは面白く、おかしくやって、警察署長を熊の上に乗っけて、恥ずかしいことだよ、あんた恥ずかしいよ、戦争に行った方がましさ。で、まあ、毒づかれるんですね。えー、ということが起こります。まあ、この人は、アフロー島は何でも言っていいってことになってる。もう、そういう毒舌家で、有名で、 ペテルウェルグでもモスクワでも有名で、どこでも恐れられてる人なんですね。<laughs> ま、まあ、えガサツさをこっそり笑ってるけど、みんな尊敬して恐れていた。まあ、158ページの後ろからね、2行目に書いてありますね。えー、どちらの都市でも彼女には呆れて、そのガサツさをこっそり笑っており、彼女にまつわるアネクドートを話していた。一口話、小話。そのくせ、例外なくみんなが彼女を尊敬して恐れていた。 っていう人なんですね。まあ、こういう人が出てくるのが、やっぱ小説としてうまいっていうか、何ですかね。いや、私はよく思うんです。アメリカの連続ドラマとか映画でも割かしこういう人、脇役みたいなね、なんて言うんだ、バイ,バイプレイヤー出しますよね。日本の場合はなんかね、バイプレイヤーになるとなんかもう、ムロツヨシみたいな、もう大体ムロツヨシみたいなね、なんだかなって感じですけども <laughs>。 あの、なんかもうちょっとレパートリーがね、そうじゃないともう大人計画の人みたいになっちゃって、なんかあんまりレパートリーがないんですけども、まあ面白いなと思いました。で、えー、ピエールが、まあ初めて、ナターシャがね、一応、家のホス,ホストとして、ホスト一族として、ピエールをダンスに誘うと、えー、いうことをします。で、まあそんな間、あの、 ジュリーとニコライが喋ってんのを見てソーニャが嫉妬するとか、そういう人間模様が描かれてまして、えー、で、あとなんだ、ナターシャが今日のアイスクリームは何って大声で聞いてね、アフ,フローシもあと、ニンジンだよって言ってね、嘘だみたいな、パイナップルだみたいな、わーみたいな、<laughs> 子供らしいシーンが、まあこれはいいシーンだなと思いましたね。<laughs> そういうのは、 描かれてまして、で、みんなでなんかそのピアノ、クラビーコード、ええー、というピアノで歌を歌ったり、まあそのうちダンスんですね。で、ダンスすることになって、えー、ダニーロ・クーポルっていう白爵が昔踊るのが得意だったダンスを、アフロシモアと二人で踊るっていうシーンがあります。で、そんなことがあって盛り上がって、 晩餐会は終わるんですけども、その一方で、ベズーホフロー伯爵の邸宅では、ベズーホフが臨終、伯爵が臨終、今はの際というか、既得状態になってまして、えー、モスクワの邸徳も駆けつけると、みんな臨終に出ちゃって、まあ、あの、あとはお坊さんたちがですね、司祭、ロシア正教徒の司祭だが、 神父だか司祭だか、もう集まってきて、まあ、亡くなるときに、周遊の秘石ってお、おでこになんか油塗ったりする、まあ、懺悔とか、生産とかある、というってうのこ行んですね。190ページに書いてありますけども。<laughs> まあ、もう、臨終なんで、えー、これでもう、お亡くなりになる儀式を、ロシア正教に則っ,ってやり始めるんですけども、えー、そこに、まあ、ワシーリー公爵と、あと、あれですね、 えー、ワシーリー公爵っていうのは、メイが3人いて一緒に暮らしてるんですよ。マーモント府警3姉妹、エカテリーナ、オリガ、ソフィー。まあ、この人たちはみんなピエールのこと嫌ってるんですけども、一応彼女たちも相続人なわけですね。で、あとワシーリー公爵、グラーギン家のワシーリー公爵も、父親がベズホフ白爵の親戚なんで、彼ら相続人なんで、ベズホフ家に詰めてまして、まあ、遺産の遺書があるんですよ。 どう誰に相続させるか。結果から言うと、ピエールが全部相続するってことなんですけども、まあ、その遺書さえないことにしてしまえば、自分たちが法廷相続人なんで、まあそれを遺書の問題で、遺書の入った書類のカバンがあるんですよ。で、このことで揉めるんですね。で、このことで揉めるときに入ってきたのが、まあ以前もあの自分の息子ボリスを口利きして入、ワシり 公爵に口聞きしてる、このエレンタに入れた、ドるベッコい、ドルベッコい、べっこいべっこい公爵夫人が出てきまして、えー、これはピエールを連れてですね、道先、水先案内人としてピエールを連れて、ピエールが正当な相続人だってことをこの夫 <laughs> 人は知ってるんですよ。だから彼がね、遺産相続できるように立ち回ってくれるんですね。それで、あのー、ピエールが最後にね、 ベズホフ老伯爵がピエールに会いたいって言うんですよ。行 <laughs> ったらしいんですよ。で、あの、臨重でも、あの、既得状態になっているベズホフ老伯爵に、ピエールを面会させるためにね、乗り込んでるんですね。家の裏口から乗り込んでってね、なんか使用人の通る廊下を通ってですね、ヌーヌーに通って、ピエールの知らないところを通ってですね、連れてってくれんですよ。 でももちろんこのマール・モントフ家三姉妹、エカテリーナ・オリガ・ソフィオまあピエールのこと嫌いですから、まあ、相手にもしてくれないんですけども。で、ワシーリー公爵も何とか自分のところにも遺産が入ってくれないものかと立ち、まあ、それと知られないように立ち回ってやいるんですけども、まあ、うっすらでもピエールが正当な相続人だっても知ってんですね。で、あの、ドルベッコイ公爵人がの、 案内で、最後、ベーズーホフ老公爵にあって、お別れのキスを、220ページでお別れのキスをします。もうその時にはね、ピエールがの立場っていうのは正当な相続人なんじゃないかってみんな知ってるんですよ。だから入ってきた時に、なんとなくみんなうやうやしく迎えてくれたんですね。これは212ページですね、書いてあります。 えー、4行目。自分は今夜みんなが待ち受けてる恐ろしい儀式を行わなければならない人間なのだ。だから自分はみんなから世話をしてもらうのが当然なのだと彼は感じたと。まあ、だんだん、まあ彼が正当な相続人だっていうことが、まあ周りもうっすら気づいてきて、で、まあ、にまあ、認知して相続人にするっていう遺書は残ってたんですよ。だけどまあ今のところは諸子なんで、だけど最後にベズホフ、 老伯爵の、あの、手の甲にキスするんですね。お別れのキスをするんですね。というシーンが228ページに書いてあります。220ページです。すいません。220ページに書いてあります。えー、読み上げますか。220ページの後ろから5行目。公爵夫人は彼に急いで目配せをして、病人の手の方を刺し、 唇で遠くからその手に投げキスをしてみせた、まあ、だから手の甲にキスをしてお別れのキスをしろって、まあ、全部こうどう振る舞ったらいいか一応正当な相続人として最後のお別れをちゃんと儀式としてやんなきゃいけないってことであの指南してくれるんですよでピエールは掛け布団を引っ掛けないように一生懸命首を伸ばして皇爵夫人の忠告を果たし骨太の肉の厚い手に唇を押し当てた 白尺の手も顔の筋肉一つもピクリとも動かなかった。ピエールはまた尋ねかけるように公尺夫人を見た。それは今度は何をすればいいのですかという質問だった。公尺夫人はベッドの脇にある肘掛け椅子をピエールに目で示した。ピエールは押しげられるまにま,まに肘掛け椅子に腰を下ろそうとしながら自分はするべきことをしたのでしょうかと目で尋ね続けていた。公尺夫人はそれで良いという印にうなずいた。ってことです。えー、で、まあ、 な、亡くなりかけ、一回眠るんですね。眠った後に、まあ、ビエールとドルベッコイ夫人が部屋を出て、で、今度はワシーリー公爵と、まあ、長女のエカテリーナと、まあ、遺産のことが入った遺書の書類カバーをめぐって、ひと、ひともんちゃく起こすんですね。ドルベッコイ夫人の悪口言うわけですよ。まあ、なんかこの泥棒女みたいな感じで。そしたら、その間にお亡くなりになりましたっていう知らせが来て、 もう争ってる場合じゃないと。で、結局、ピエールがまあ正当な相続人になったってことですね。で、まあ、ドルベッコイ夫人は23、232ページですけども、えー、おじさまが、おととい、またボリスのことは忘れないとお約束なせてくださいましてね。でも、時間がなかったのでございますね。ピエールさん、あなたがお父様のお志を果たしてくださるものと期待しておりますよ、と。言われたんですね。まあ、だから遺産を相続すんだから。 うちのポリスにも何か分けてくれっていうか。なんか、なんかある時はちょっと支援してくれっていうことを念を入れて、ええー、まあ、次の朝に言うんですね。あ <laughs>、次の朝で <laughs>。あの、ドルベッコ夫人がね、亡くなった後ですよ。ベズォグ老白者が亡くなった後、カナダ疲れたでしょうって言ってね。あの暗い客間に連れてって、まあ、みんなに見られないところで思う存分泣いてくださいって言ってね。 あ後から見、見 <laughs> にちょっと後に見に行ったらもうグースかグースかピエールは出てたっていうのが232ページの冒頭部分に書いてあります。で、まあ、ワシーリ・フジ、ワシーリ・コウも、まあちょっと心が、両親がとがめんですね。231ページ。どれだけワシらは罪なことをし、どれだけ嘘を偽りをやってるんだろう。それもみんな何のためなんだ。私は50の坂を越してるんだよ、ピエール君。 本当にわしは何もかも死ねばおしまいだ、何もかも死というのは恐,恐ろしい、我は泣き出したと。えー、まあ、別保不老白者がない亡くなったってこともあるし、まあ、遺産相続のこともいろいろあって、なんか弱気なことを言,って言うと、初めて。えー、あんなにかっこつけて生きてる人なんですけども。で、えー、まあ、ドルベッコイ夫人が結局ロストフ家に、 帰ってですね。えー、まあピエールと、ピエールが最後の風神の対面を感動的に語りながら、えー、あとはワシーリー夫人と、公爵霊場、<laughs> マルモントフ家三姉妹の悪口を <laughs> 言いながら、ロストフ家ケで喋ってたってことで、えー、第21章が終わります。ということでした。えー、一応、 ここまでで解説は以上です。えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。